お口開けてください。口元美容香織です。今日は10歳の女の子が来てくれました。その10歳の女の子やねんけど、下の5番目、子供の歯の一番後ろの歯、これがもう抜けて大人の歯生えてきてんのよ。で、その生えてきた大人の歯っていうのがやな、歯の真ん中に角が出てんのよ。で、この角、出てる角やねんけど、ほっといたらあかんねん。こんな感じで歯の角が出てんねんけど、これなんでほっといたらあかんか言うたらやな、こうなってんねん。歯ってな、表のめっちゃ硬い口の過酷な環境から守ってくれる組織、エナメル質というのがあって、中は象牙質って柔らかい組織になってんねんな。で、その中に神経、血管とかが入ってるわけよ、この空洞の中に。その空洞もこの角に合わせてブヨーンと高くなってんねん。歯の外の形と歯の中の構造も同じ形になるわけよ。ほんなら噛んだりした時にこの角がパキンって折れたりすることがあんねんな。そうなったらどう？神経見えてまうやろ。で、こっからバイ菌感染していただって、染みてきてとかって神経死んでしまうこともあんねん。なので、この角が折れへんようにせなあかんねんな。で、やり方としてはちょっと表面削ったりして高さをちょっと低くしてあげるっていうこともしたりすんねんけど、今回の彼女の場合はもうすでに染みてるっていう状況やったから、周りにプラスチックを塗り込んで埋めていくっていう形でこの角を守ってあげるようにしましたよ。こんな感じです。見てね。噛んでカツカツ噛んで、ギュッて噛んでギリギリして入ってください。ちょっと邪魔やな。上の歯、子供の歯やからちょっと上の歯で調整していい？下の染みるやろ。大丈夫かな思うねんけど、いける？いけそう。ありがとう。周りにプラスチック流し込んで固めてたでしょ。これで角だけがカーンって割れていけへんようにしてあるわけよ。で、噛み合わせはちょうどまだ子供の歯やったから邪魔になれへんように削っといたんよ。これ大人の歯やったら削るとかできへんからね。で、今度上の子供の歯が
抜けて大人の歯が生えてきた時、下の歯に合わせて噛んでくれるようになったらグッとやった。なので上が生え変わる前に下の歯の形を整えときました。自分の歯、他の人とちょっとずつ違う形してるから、どんな形かなーなんてよくよく鏡で見てみてな。その形に合わせて歯も綺麗に磨かなあかんしな。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。公式 LINE に登録していただいたら、綺麗な歯を保って一生過ごせるようになるために私が監修しました虫歯予防のための PDF プレゼントしています。それから今は4人に3人が歯周病って言われてんねんね。そんな時代、歯周病予防のこともやっぱり知りたいやん。歯周病を確認できるチェックリスト、これもプレゼントしていますよ。さらにさらに歯医者さんまで来ていただいたら、セルフケアセットが詰まった南郷屋歯科にオリジナルポーチプレゼントしています。ぜひ公式 LINE を登録お願いします。口元美容チャンネル見ていただいて、私と一緒に二人三脚で歯を守っていきましょう。